2着で1万8000円高いんだよ。これもしかも、はい、どこ行くのみたいに言われたんですよ。なんか僕学校行くんやったら、はい、なんか安くするよみたいな、2万1000円やったら本当はこれ2着で3000円も安くなってる。3000円安くなった。1着1万円のシャツって結構いいし。ちょっと待って、ちょっと俺めっちゃうまいこと転がされたい。もしかして、えだって2着で2万1000円ってよっぽど AT シャツじゃないと。いや、ほんまにほんまにほんまに、パーカーとって言うんだけどな。ちょっと見せてよ、ほんまそんな変妙な感じを装ってやられたパターンじゃない。いや、絶対そうやね、絶対そうやね。怖いよ、ちょっと。だってその3000円負けるってやばいやろ。よく考えて、よく考えて。普通これパーカーです。 1000% じゃん。えアフっていうスノーボーブランドのパーカーなんですけど、ヒカルさんこれ有名なんですか？武器だ。あのスノーボーブランドはいかないですよ、確かに。まあでもまあそんなもんかもしれないってことですね。まあわかんない。もう一個な、普通俺びっくりしたから2着って聞いて、これ1万やられてんじゃん。ヒカルさん何でこれ普通に。いや、え、わからんけど、俺価値がわからんけど、このシャツの。俺もわからん。いや俺もブランド全然わかんない。お前 XXL 俺ここ確認してるんすよ。 M って言ったさ。いやいや XXL やん。いや XXL から買わされたやん。すごいやん。え、舐められてるやん、舐められてるやん。逆に今これ M10 買ったんですよって言ってみよう。あここで定価調べるんですか、それの。今これ分かるかな、定価なんで。これ偽物っていう可能性もあるんです。俺ちょっとそうか、あいつが言ったら騙され出したの顔です。今のたって今騙され出したの顔です。その可能性、その服がどこまでいっても。今ね書いてるのが、なんか買ってしまった人たちの声。黒人は売るのうまくて買っちゃうし、ハプニング多かった。黒人にマイブラザーと言われてノリで握手したそのままお店に連れて行かれて、キャップ化された。確かに最後別れる時に、はい、マイブラザーね、まあ、ブラザーだ、何だろうな。あ、書いてますね。うん、原宿から来たら黒人に騙されて1万円の丈の合わないデニム買わされた。XXL やん、それやん、それやん。 XXL で俺在庫勝負やん。もうあとあるわ、無理やり5000円でスラッシャーの偽物買わされた。